皆さんこんにちは。報徳学院学習ブログのとしです。この動画は理科の観察や実験についてテストに出やすい問題を予想し、その答え方を説明する動画です。今回は中学2年生の理科、雲の出来方の実験、これについて説明します。フラスコ内をぬるま湯で濡らし、線香の煙を少し入れ、図のように注射器を取り付けたと。ここにフラスコがあって、この中、ぬるま湯で濡らしてあるんですね。そしてここに温度計がついていて、注射器がここについています。1番、注射器のピストンを引くと、フラスコ内の気圧と温度はそれぞれどうなるかと。ここのピストンを引くんですね。これを引くと、フラスコ内の空気は膨張して気圧は下がります。そして温度も低くなります。気圧は下がって温度は低くなると、このように答えてください。2番、この時フラスコ内の様子はどのように変化するか。フラスコ内は曇ります。なぜかというと、これ空気が膨張して気温が下がると、それが露天以下になると含まれていた水蒸気が水滴に変わる、それが煙のように見えるんですね。ですから2番の答えは、フラスコの中は曇ると、このように答えてください。3番です。フラスコ内に線香の煙を入れた理由は何か。これは水蒸気が水滴に変わりやすくするため、または水蒸気が水滴に変わるときの凝結核にするため、ちなみに凝結核というのはこのような字を書きます。凝結核、こんな字です。4番、2の後、これ曇った後ですね。注射器のピストンを押すとフラスコ内の様子はどうなるかと。これ押すと気圧が上がって温度も高くなり、これ水滴だったものがまた水蒸気に戻ります。ですから曇りが消える、答えは曇りが消える、このように書いてください。5番です。自然界の雲の出来方を簡単に説明しなさいと。この実験は雲がどのようにしてできる、それを調べるための実験ですから、じゃあ自然界ではどのようにして雲ができるかというのも合わせて質問されることがあります。これは水蒸気を含んだ雲が上昇し膨張して気温が下がり、露天より低くなると含まれていた水蒸気が水滴または氷の粒に変わる、このようにして雲ができるわけですね。水蒸気を含んだ空気が上昇し膨張して気温が下がると、で露天より温度が低くなると含まれていた水蒸気が水滴または氷の粒に変わると、このように答えてください。さらにこれに加えて、どのようにしてこの空気が上昇するかと、こういうことも質問されることがあります。これは空気が温められて上昇すると、それから山の斜面に沿ってまたは丘の斜面に沿って上昇すると、この2つくらいは覚えておきましょう。今回は雲の出来方の実験、これについて説明しました。今日も最後まで見ていただきどうもありがとうございました。ではまたお会いしましょう。さようなら。